書いてる。先にちょっと上のね、2枚だけ、こんな感じで、もうちょっと吸ったって、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 ちょっと目薬しますね。目を保護するため、うん、これは出しません。今は私がさせる。目薬の人ができる人多いんでですね。で、薬はですね、持ち方が、はい、こう、まあ、右、私、右利きなら右で持ってね、親指と中指の指先でここを持つ。顎を。人差し指で頭を持つ。それでそーっと離しながら体を、そう、はい、こんな持ち方。ね、寝かせないで立てとくと、うんうんうん、あとでそれで教えますね。で、飲ませますね。で、見とってください。こう一滴こうほとんど垂らすだけでいいです。はい、そう、今飲みましたよね。はい、で、いろんな薬が入ってるから飲ませる前によく攪拌してね、はい、で、一滴飲ませます。あと、はい、で飲んで、ちゃんと飲んだの確認してから、はい、口の周りをちょっと拭いてください。はい、そんで今度足をやるから、もう一個の持ち方ね、人差し指と中指の指先で顎を持って、まあ、これはやらなくていいんですけどね。はい、では光線照射で起こしますね。かなりさ、こうさ、上の方まで腫れてるからさ、はい、ありがとう。最悪、断脚になっちゃうかもしれないです。なんとかそれを食い止めるために、今、外からの治療と、それから中からの治療をやってほしいですね。あ、そうか、ごめん、長谷さん、これちょっとお水と餌、抜いといて。で、餌は巻いといて。続けてる。あっと、はい、あ、全部少しすごいね。これか、あの皮付きとボレーとちょっとパウダーが、うん、ペレットもちょっとだけ入ってますけど、ね、じゃあ、これをします。よいしょ。で、